冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオでは、20分でわかる自立学習について話したいと思います。これは国際交流基金ニューデリー日本文化センターのオンデマンド研修のコンテンツです。ですね、実はその自立学習といっても、この自立性にはとても大きな幅があります。つまり学習者がどれだけ自由にできるかということですね。例えば、自立進路学習というのがあります。これは、同じ内容を進路だけ自由にする勉強の方法ですね。つまり内容を選ぶことはできません。ただそのスピードだけを変えることができるという意味です。これは日本ではクモンというような、学習塾がとても有名ですね。はい。これはですね、まあ、日本語の教科書を使うにしても、例えば一つの教科書をもう先生が決めて、で、早い人はどんどん先に進むとか、そういうパターンのものがこの自由進路学習です。次に、ジーニアスアワーというのもあります。これはですね、内容も進路も、つまり進むスピードですね。それは自由ですけど、ブレインストーミングをして、成果物を作って発表会をするという、そういう枠組みは決まっています。で、評価方法も決まっていることが多いですね。はい。で、それに、比べまして、オービリン大学とか、これは国際交流基金ブダペスト日本文化センターですけど、そこで行われていた自立学習では、評価方法も学習者が自分で決めることができるようになっています。ですが、ポートフォリオのような教書式は決まっていることが、ありますね。次に、誰がその自由に自律的に勉強するかというのも幅があります。このクラスの全員が、自立学習をするというのも、そういうパターンもあります。これはジーニアスアワーとか、オールグリーン大学とか、国際交流基金ブダペスト日本文化センターとか、そういうところですね。で、クラスの上位層のみ、つまり成績のいい学習者だけが、自立学習をするというパターンもあります。これは浮きこぼれと言いますけど、浮きこぼれっていうのは一つの問題です。どういう問題かっていうと、成績がいい学習者は、本来だったら、他の人よりも2倍も3倍も早く勉強できるわけですね。しかし、それを一斉授業で周りの学習者のスピードに合わせなければいけないので、それで本来だったら自分が持っている、可能性を生かすことができないという、そういう問題です。はい、それからもちろん、普通の授業が簡単すぎるので、授業に関心を持てないとか、そういうこともありますね。ですが、そういう成績のいい学習者は、何をやってもいいですよというふうにしておけば、この浮きこぼれという問題を防ぐことができます。優秀な学習者は好きに勉強していいです。だけど、教室には来てくださいというふうに言うわけですね。このアイデアについてもっと知りたい人は、ムラログトップを解放せよ。これで検索してみると、いろいろですね。というか、僕の書いた記事を見ることができます。これとは逆に、クラスの階層、つまり成績があまり良くない学習者に、自由に勉強してもらうという考え方もあります。これはなぜこれがいいのかというと、もう落ちこぼれて苦痛に感じている学習者がいるんですね。つまりもう授業の内容が全然わからなくて苦しい、悲しい、そういうふうに感じている学習者には、もう授業の内容は、聞かなくていいから、もう好きに復習していいですよというふうに、言ってあげるといいんです。どうしてかというと、もう一斉授業がわからないっていうね、そういう苦痛から解放してもらうことができます。そして意味がある、自分で復習すればね、意味がある時間にしてもらうことができるわけですね。で、これはですね、反転授業のビデオを作っておくと、後から古い反転授業のビデオを見たりすることができるので、とても便利です。で、こういうパターンの反転授業のことを、完全習得学習型の反転授業というふうに言っていますね。つまり、誰も落ちこぼれが出ないような、勉強の授業の方法です。それから、いつやるか。これもまた、自立性の取り方に大きな幅があります。
例えば、オービリン大学っていうのは、自立学習のコマがあって、その間は期間中、学期中ずっと、自立学習をするわけですね。しかも全員ですね。で、このジーニアスアワーっていうパターンの場合は、授業時間の 20% を、この、すみません、脳が2つありますね。間違いです。授業時間の 20% をこの自立学習に使うというのがこのジーニアスアワーですね。で、残りの 80% は普通の、算数とか、理科とか社会とか、そういう勉強をするわけです。これ、ルーマニアのブカレスト大学の例ですけど、これは1学期に1日だけやるという、そういうパターンもありました。この日は前から、例えば来週の水曜日は自立学習にしますから、例えば授業中に読みたい本があったらその本を持ってきてくださいとか、そういうふうに前もって言っておくわけですね。はい。その他なんですけど、まあこれは実例はあまり聞いたことはないんですけど、私からの提案として申し上げます。それは単元テスト、つまり、まあ、科でもいいですよ。一つの科の、テストの結果が良かったら、次のテストまで、自立学習にするっていうパターンですね。まあ、なんでかっていうと、自立学習ができる人も、できるクラスもできないクラスもあるんですね。その場合は、まあ、人によっても違いますけど、できる人、あるいはできるクラスだったら、自立学習にするし、それができないクラスだったら、今まで通り先生が、中心になって、一斉授業をするという、そういうパターンがあるわけですね。はい。それから自立性っていうと、どういうふうに何をするかという選択肢の話なんですね。で、この選択肢の幅も広いときと、狭いときがあります。一番選択肢の幅が小さいとき、最初のときは、宿題を出すときにですね、やってもやらなくてもいいですよというふうに言います。こういう宿題はですね、これはですね、やるかやらないかの2つしか選択肢がありません。ですから、これが一番選択肢が小さいですね。それからもう少し自由な二択としては、YouTube の動画を2つ紹介して、こっちの動画を見ますか、それともこっちの動画を見ますか、好きな方を、見てきてくださいというふうに、言ったりすることもできます。この場合はもちろん2つとも見るというパターンもあったりするかもしれませんね。で、そして3択、4択というふうに、していくと、どんどん、選択肢が増えていきます。ですけど、これ全部ですね、教師が3つとか4つとか選択肢を、準備するのはとても大変ですから、まあ、あまりこの辺は現実的ではないかもしれませんね。で、選択肢が一番多いのは、もうあなたが決めていいです。日本語習得に役に立つのなら何をやってもいいです。というふうに言うのが一番、選択肢としては広くなってくると思います。じゃあここでですね、国際交流基金ブダペスト日本文化センターで、僕がやっていた授業について、自立学習の授業について少しご紹介したいと思います。これ、自立学習コースなんですけど、授業という感じではなかったので、世界冒険家協会ミーティングという名前にしていました。毎週火曜日の、まあもちろんブダペスト時間ですけど、夜7時から8時半までの90分ですね。で、1年間に28回ありますけど、募集は7回ずつ、1学期が7回で、それが4学期1年間にあるという形でした。で、全体の流れとしては、まず最初に、62種類あるデジタルバッジというもので学習計画を作ってもらいます。これはすぐ後にご紹介します。で、中間は普通に自分の計画通りに勉強して、まあもちろんその計画は途中でいくらでも変えてもいいんですけどね。はい。で、自分の好きなように勉強して、で、自分といってもこれは同級生と会話をするとかそういうのもあります。はい。で、最後に、デジタルバッジとポートフォリオによる振り返りを行うという、こういう全体の流れでした。これ7回の、パターンの場合ですね、最初に1回、最後に1回があって、真ん中が5回という感じです。これで7回になります。で、1日の流れはどういうものかっていうと、最初にデジタルバッジと、自己申告による1週間の振り返りをします。自己申告っていうのは、自分で、私はこうしましたっていうことを言うだけですね。
デジタルバッジというのは後でご紹介しますが、こんなデジタルバッジをもらいましたというわけです。そして、1週間の振り返りが終わったら今日の予定の共有、つまり今日はこういうふうに勉強したいですとか、会話をしたい人の場合は今日は会話をしたいです、誰か他に会話をしたい人はいませんかとかですね、そういうふうに、ここで言います。そして真ん中の時間に、メインの時間がずっとあって、最後、確か終わりの5分前ぐらいだったかな、振り返り、今日はこういう勉強をしましたというふうにみんなに共有することと、来週までにこういうことを勉強したいですという、そういう予定の共有をするわけですね。これがこのブダペストで私がやっていた、技術学習のコースです。でさっきデジタルバッジって言いましたよね。ここに書いてありますね。このデジタルバッジのことは、ちょっとですね、今細かくてよく見えないかもしれませんが、ポートフォリオに書くとか、ひらがなの勉強するか、カタカナの勉強するとか、初めて投稿する。これはですね、Facebook グループに、なんていうんですかね、掲示板のような形でみんなが、投稿できるところを作っていたので、そこに初めて投稿するっていう、そういう、これが全部バッジになっていて、で、これらをやると、このバッジがもらえるというわけです。ですけど、これは、学習計画表になっていますから、ここに、これをいくつやりたいかということをここに書いていくわけですね。例えば7週間あって、もう最初の1日目が、終わるところだったので、これから毎週ポートフォリオをやりたいというふうにすると、ここに6と書いてあるわけですね。はい。ここに全部書いてあるのを、そのデジタルバッジをいくつ取りたいかという、そういうことが数字で書いてあります。でこれがですね、実際のその、Facebook グループの中の、投稿ですね。で例えばこの人、タニアさんという人が、忍者の YouTube を、それをこのグループでシェアしたんですね。最近見たドキュメンタリーって書いてあるんですよ。で、そうすると、ここに YouTube で、デジタルバッジで、これは YouTube のデジタルバッジですね。YouTube のリンクを共有したらもらえる、デジタルバッジ。で、こちらは忍者ですね。忍者関連だったら YouTube でもいいし、小説でもいいし、コミックでもいいんですけど、何でもいいので、忍者関係の投稿をしたらこれがもらえる、デジタルバッジ。つまり、これを投稿したことで、この人はこの2つのデジタルバッジを、僕からもらうことができたというわけです。はい。じゃあ、どういうデジタルバッジが多かったかっていうと、やっぱりポートフォリオですね。もうこれは事業の最後に自分たちで書いてもらっていたので、ポートフォリオが一番多かったですけど、あとはリンクとか URL をシェアするというパターンとか、あと日本語能力試験の準備とかですね、アニメに関するものとか、こういうものが、多かったです。で、これをですね、僕はまあ、学術的にはデジタルバッジというのが正しいんですけど、このコースでは宝箱というふうに呼んでいました。なんでかっていうと、ちょっと RPG のゲームっぽい雰囲気を出したかったんですね。で、宝箱システムと呼んでいて、僕は、これもブログにですね、詳しく書いていますので、ムラログ、宝箱システム多様性の中の評価、という感じで、検索していただけると、もっと詳しいことを見ることができます。はい。で、これはですね、宝箱とかデジタルバッジとは別に、写真ポートフォリオというのもこの Facebook の中に作っていて、例えば読んだ本の表紙とか、そこから覚えた漢字とかですね、勉強中の写真とか、あとこういうデジタルバッジ の、一覧とか、そういうものですね。はい。あと写真だけではなくて、字で書くようなポートフォリオもあります。これは自分でこの人は投稿するんですね。Facebook の中のノートって言ったかな、そういう機能を使っていました。で、どん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 書き足していくことができるんですね。はい。はい。例えばこれ6月2日から4日に関して何かをやった。で、その後6月5日から6月7日について、関してこういうことをやったというふうに日記のように、どんどん書いていくのがこの文字のポートフォリオでした。以上で、私の、このビデオは終わりなんですけど、もっと聞きたい人はですね、7月17日に、
JLESA 特別フォーラムで、学生が多いと自立性は育てられないのかということを話しますので、もしこの7月17日より後にこのビデオを見ている人は、多分この特別フォーラムの、録画もあると思いますから、YouTube で、このタイトルで検索してみてください。はい、それでは、私からのビデオはこれでおしまいです。そして冒険は続きます。